どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですねドイツミュンヘン空港に来ております。本日からですねドイツミュンヘン滞在期ということで、お届け、ね、していきたいなと思うんですけども、本日はね編集日に当てたいということで、今日はね空港のホテルをね押さえております。空港ホテルねここヒルトンホテルがねありますので、そちらに宿泊して、缶詰で編集作業を終わらせてですね明日、ミュンヘン観光ねできればなと思っております。ということでヒルトンホテル探しましょう。でさっきねヒルトンホテルの看板があったんですけども、今ちょっと一回消えちゃったんですよね。ちょっと探したいと思います。ということで、いやねドイツはね涼しいです。予想以外の涼しさにちょっとびっくりしてます。今長ズボンと半袖なんですけども、ちょっと肌寒いですね。まさかこんなに涼しいと思ってなかったです。びっくりしました。いやヒルトンホテルの看板はないな。さっきまでねここら辺にヒルトンって書いてあったんですけど、ないですね。ちょっとおまわりさんにでも聞いてみましょうかね。やっぱりコビットテストのあれはありますね。コビットテストセンター30分で出るみたいです。お値段はちょっと分かんないですけど、あった、あれかな。はい、看板を発見しました。いやーここね空港の目の前の出口の目の前の場所なんですけども、非常に開けてていいですね。非常に気持ちいいです。で反対側にはねマクドナルドとかあります。あとはちょっと見て分かるようなお店はないですけども、まあ、空港の中もね非常に栄えておりまして、いろんな食べるところとかねお店屋さんがありますんで、かなり利用しやすいのではないでしょうか。いやーこんな涼しいと思ってなかったな。やばい。長袖2枚しか持ってきてないです。ヨーロッパはこれから夏なんですかね。もう7月、日本はめちゃくちゃ暑いですけども、ヨーロッパはそうでもないのかな、まだ。ということで今私はターミナル2にいる感じですね。ターミナル2に移動してバッグを移動、ゲットして今に至ります。ではこちらです。ヒルトンホテルっていう看板が見えてると思うんですけど、こちらに一泊宿泊します。でねまだ朝の9時とかなんで、正直チェックインできるかわかんないんですけども、まあできなかったらできなかった時で、その時はホテルの待合室的なところでも一応ラウンジあるみたいなんでね、ちょっと営業してるかどうかわかんないですけども、それ次第でまあそこでやるか待合室でやるかっていう感じですね。いや本当に空港から目の前でいいですね、このホテル、ヒルトンホテル。夜到着しても全然怖くないですね。ターミナル出て向かってすぐ右行けばこのヒルトンホテルの、ね、看板が出てきますんで、これ深夜とかね異国の夜便とかで着いたらやっぱりね安心ですよね、近いっていうのは。面白いですね、ここ左右がこんな感じでイルミネーションカラーになってる。であとここ雨当たんないのがいいですね。アーケードになってるんで傘を持ってない旅行者もそのまま行けます。さあヒルトンはどこなんだ。お、もうヒルトンって書いてある、ここに。でチェックインカウンターは上かな。あ、ロビーって書いてある。ってことはここ階段ですね。気合で上に上がりましょう。まあ今朝の10時ぐらいなんで厳しそうですよね。これか。はい、 This is Hilton Hotel check-in? Yeah. Oh, please check in. I'm Yota Hirai. Reservation.ということで無事チェックインすることができました。この時間にチェックインしてさせていただけるのはありがたいですね。これがエレベーターなんだ、すごい。でラウンジがねあるみたいで、0階にあるみたいですね。英語はできる店員さんみたいですけど、私の英語はダメなのか全然通じないですね。すげえおしゃれ、こんな感じで。
すごめちゃめちゃすごいですね。621、まあ、今回ねこんな時間にチェックインさせていただいてるんで多分アップグレードとかないと思います。店員さんも今チェックインできるって聞きましたらちょっと待ってあ大丈夫みたいな感じだったんであ部屋あったみたいな感じですかね。6212だ、見間違いです。6212、もうちょっと手前ですね。すごい高級感のあるホテルですね。6212、ここですね。はい、中入りましょう。どんな感じなんだろう。これでいいの？ OK。 できて間もないのかな。すごい綺麗ですね。よいしょ。ということで中入ってきました。見ていきましょう。おお、いいですね。いや綺麗ですねこのホテル。まだできて間もないのかな。ちょっとそういうのはね全然調べてこなかったんですけど、あ空港ホテルあるからここでいいやみたいな感じで撮りました。はい、非常に綺麗で大きいですね。よいしょ。まずここら辺から見ていきましょうか。ここにコーヒーマシンじゃないですね、ケトルとコーヒーですね。でこちら側にはお水。これはダイヤモンド、ゴールド、シルバーメンバーの方は、うん、無料みたいですね。はい、それ以外の人は6ユーロですよっていう感じで、まあ無料のお水になっております。お水めちゃくちゃでかいですね。はい、でこちらにミニバーが入ってます。まあこれは取ったらチャージですね。多分この下に仕切りがあるんで、これで取ったら反応するやつだと思います。有料です。よいしょ。でここがミニバー、はい、ビールとかも注文できるみたいですね。はい、あこれあれかな、中に入ってるもののあれかもしれないですね。はい、でこちらにすごい大きいデスク、いやこれはありがたい。お仕事ここでさせていただこうと思います。でどうなんでしょうか、眺望は。残念ながら飛行機は見えそうもないですね。ちょっと遠いかな。うん、はい、すごいのどかな感じですね。はい、こんな感じになってます。ではこちらにね、一人掛けの椅子とランプ、そしてベッド周りに電話と電気、電気ですね。あとこちらにいろいろスイッチがついてます。初めて見る感じですね。よいしょ。でベッドがこんな感じになってます。よいしょ。いや非常に清潔感があってかっこいいですね。スタイリッシュというか、まああれなんですね、木が木材が使われてるのですごいですね。でではクローゼットです。あここに袋があって、あスリッパありますね。スリッパとあとアイロン、あとアイロン台と金庫、これも空ですかね。はい、さすがにね。はい、バスロー、あこれバスローブですかね。あかかってないですけどバスローブがちゃんと用意してあります。これはありがたい、使いましょう。ではお風呂場です。おおすごい、あバスタブがあるのにちゃんとシャワー独立してるんだ。ヒルトンホテルにしてはすごいしっかりしてますね。はい、固定式と可動式のシャワーでガラス張りですね。アメニティは日本と一緒です。はい、でこの隣にお手洗いがあります。はい、こちらですね。はい、日本と同じアメニティがあってシャワーキャップと綿棒あります。あと洗面台はこんな感じになってまして、ティッシュとタオルとありますね。でこちらに拡大鏡があってかなり大きい鏡がセットされてます。で引き出しとかあるのかな、あ引き出しにドライヤーが入ってます。はい、でこちらバスタブです。いやこちら結構大きいんじゃないでしょうかね。いやバスタブがあるのありがたいですね。ニューヨークでは入ってなかったんで、バスタブなかったんでね、ありがたいです。はい、こういった感じになりますかね。いや非常にいいですね。
こちらね、ヒルトンミュンヘンの空港ホテルということで、こちらね一泊お世話になります。こちらね、5万2000ポイントぐらいでね一泊宿泊することができて、今日の価格がねだいたい400ユーロっていう風になりますんで、ここはね1ポイント1円ぐらいで使えるみたいですね。まあ、使えるみたいというか、まあ、タイミングが良かったのか、まあ、今ね夏休みのシーズンになってきてホテルね高くなっておりますので、まあ、その関係もありましてポイントのね価値が結構上がってるっていう感じですかね。で、特に説明はなかったんですけども、ここでもあるんだ、ダイヤモンド会の方は食事 25% オフチケットが来てます。まあ、日本もねありますよね。はい、もう終わった、あれ延長されたんでしたよね確か。あとねクラブランジがね先ほど言ったと思うんですけども、このホテルはね0階の方にあるということで、まあ、それもね後で行ってみたいなと思うんですけども、ちょっとね営業時間はですね何時からやってるのかはちょっと聞けなくて、聞いたんですけどもちょっとね通じてなかったんで、まあ、後でねもう一回電話でねラウンジの営業時間はね聞きたいと思います。 SIM カードのセットとかねいろいろやりつつ、あとね編集作業に今日当てたいと思いますので、ホテルこもってね頑張りたいと思います。では編集が終わった後までバイバイ。それではラウンジに入ってきました。ここは夜用なの感じですね。うん、今はこちら、これはあれですかね、バランス栄養食的な、あとスナック、あとクッキーですかね、あります。あとラウンジはこんな感じになってまして、非常におしゃれですね。でこちらは紅茶ですかね、はい、紅茶ですね。あとコーヒーマシンがあります。で、あとはジュースも飲めると。で、もう非常に高級感がありますね。てかめちゃくちゃ綺麗ですね、このホテル。できたばっかりなのかな。はい、こんな感じでビジネスデスク的な感じで使うのもね、いいんじゃないかなと思います。いやー、いい。すげえ。めちゃくちゃ綺麗ですね。ということでこんな感じで、とりあえずコーヒーいただきますかね。よいしょ。あ、ちゃんと持ち出し用のコップもあるんですね。じゃあカプチーノいただきましょう。あとね仕事をしたいんで客室でいただきたいと思います。いや、いいですね。ということでこちらのランジはねアルコールと軽食がねあるみたいなので、いただいてまいりました。もうね今編集作業絶賛やっておりますので、ちゃちゃっと食べてね戻りたいと思います。こんな感じのねサーモンのお料理だったり、このチーズとトマト、あとこういったね何ていうかサンドイッチみたいなのあります。ということでこれだけちょっと食べてね、客室戻りたいと思います。ではいただきます。うん、バターがしっかり効いててめちゃくちゃ美味しいですね。あとこれはオリーブオイルとトマトですかね。あ、これめちゃくちゃ美味しいです。あ、これうま。椅子の立て付けが悪くてちょっと揺れてて申し訳ないです。あとこれサーモンと下がジャガイモですかね、はい、かじっちゃいます。非常に美味しいですね。飲み物もらってきました。オレンジジュース、これがねやはりね飲み物がね自由にいただけるってのは本当にありがたいですね、はい、めちゃくちゃ美味しいです。これ 100% って書いてある。ではこんなもんですかね、はい、サクッと食べて編集ね戻りたいと思います。ということで時刻はね、はい、9時40分ということで、あれからね編集作業しつつラウンジ行きつつ編集作業しつつということで、やらせていただきました。やっとね編集の目処が立ちましたので、まあ、明日はですね、朝食をいただいて、で市内の方にね行ってまたね
別のホテルにね宿泊したいなと思います。ちょっとね、毎回言ってますけども、かなりいろいろなんで、お風呂に入ってですね今日のところはね休みたいなと思います。ということで今ねちょうどかなり日の入りが遅いんですね、このミュンヘンっていうドイツのこの都市は。ちょっとね反射しちゃって申し訳ないんですけど、電気消しましょうかね。今こんな感じでですねちょうど日の入りなんですよね。9時40分に日の入りってだいぶレアですよね。はい、ニューヨークもね結構遅くて8時半とかなんですけども、このミュンヘン、ドイツのミュンヘンは9時40分で日の入りってすごいですね。こんな都市で生まれたら本当に夜の10時とかまで普通に外で遊んじゃいますよね。そうでもないのかなちょっとねあまりにもあずっと明るいなと思ってて結構びっくりでした。でこの場所からねちょっと飛行機はね、確認できないんですけども、非常にね見通しが良くて綺麗ですね。ということで今日のところはですねお風呂に入って休みたいと思います。おはようございます。ただいま6時50分でございます。はい、ということで今からですね朝食いただきに行きたいと思います。朝食はねラウンジではなくて、レストランって言ってたと思いますんで、レストランの方にね行きたいと思います。でこのホテルね本当におしゃれホテルだなと思ってこの一人掛けのねソファーもなんかすごいおしゃれですし、これ映ってるかな、この電気とかもねなんかヒルトンだけどヒルトンじゃないみたいな、もっとカテゴリーの上のようなねホテルのような気がしますね。本当にヒルトンによって国によってか、はい、ヒルトンでもだいぶ違うんですね。うん、めちゃくちゃおしゃれでめちゃくちゃ素敵です。ということで、朝食ねちょっと何時からかね聞き逃してしまったんですけど、多分もうやってるか7時からかどっちかだと思いますんで、ということで朝食ね行ってきます。おお、野菜がたくさんありますね。いいです、嬉しいですね。でハムとソーセージとチーズ、おお、フルーツもたくさんある。おお、ブドウとかもありますね。あー、美味しそう。ヨーグルト、おしゃれすごいですね、ヨーグルトまでおしゃれ。卵とスクランブルエッグ、あとベーコン、ソーセージ、マッシュルーム、トマトとチーズですかねこれは。これはなんだ、これソーセージかな、やっぱりドイツなんで。あと飲み物です、オレンジジュース、クランベリーかな、ちょっとこれ一応見ない、何かわからないな。これオレンジジュースじゃないのかな、でもこっちにもオレンジジュースみたいなのあるんだ。こっちもオレンジジュースですね。ということで取ってきました。まずオレンジジュース、ヨーグルト、あと、はい、ということでちょっとねトトも写真出しておきますね。マスカットサラダ、ソーセージ、トマト、サーモン、チョコパンということで、まあ、もう一回ねサラダ食べたいなと思います。いやもうサラダに飢えてます。ということでいただきます。やっぱあれですね、ウルトラライトダウンを持ってこなきゃダメですね。失敗しました。今日はねドイツミュンヘンは13度しかないんですよね。で最高はね23度ぐらいまで上がるらしいんですけど、とはいえやっぱり寒いですよね、このままだと。私基本的にタンクトップと T シャツ、ロン T、あの T シャツかシャツか、長袖シャツしか持ってきてないんで、ちょっとね今日は T シャツとロン T で行きたいですけど、ちょっと寒そうですね、はい、いや失敗した。どこも夏だからね行けると思ってたんですけど、そんなことはないんですね。
いや今日23度まで一応上がるそうなんですけど、もうここのちょっと出たとこ歩いただけでもね寒かったっす。まあまだね朝の7時ということで、まあ、これから気温上がっていくんでしょうけどね、私寒いのに弱いんで好きなんですけどね、うん、ということでいただきます。うん、やっぱこれはねソーセージだったみたいですね。いただきます。あ、美味しい。てかマスタードって書いてあったんですけど、あの隣についたソースみたいなのが、またこのマスタードも味違うんですね、しかもソーセージも今まで食べてたソーセージと全然違う。めちゃくちゃ美味しいですね、はい、うん、これ美味しい。さすがドイツっていう感じですかね。あとすごい大きいサーモン、ちょっと大きいですね。サーモンも美味しいですね。あとはまあ、あとこのパンですよ、パン、チョコパンみたいな。いただきます。うん、全然チョコじゃなかったですねこれ。なんだこれ、ブルーベリーなのかな、ラズベリーなのかな、なんかチェリーっぽいの味がしますね。チェリーパンですね多分。とても美味しいですね、うん、あ、そうそう、あとコーヒーも早速入れてきました。いや美味しいですね、うん、やっぱヒルトン、コーンとダイヤモンドの朝食でこういうのがいただけると本当にありがたいですね、うん、あ、コーヒーも美味しい。ということで、あとはゆっくりいただいて客室に戻って準備して市内の方にね行きたいと思います。ということで、いやこれですよこれ、うん、ステータス持っててよかったなと思いますね。ということでちょっとね、あの朝食を終えてホテルの前出てきたんですけども、寒い、やばいですね。ちょっと、はい、できるだけあったかい格好して外出てこなきゃダメですね。いやー意外だったな、こんなに寒いと思ってませんでした。ちょっとここはね一体どこなのか何なのか全然わかんないですけども、ひとまずヒルトンの看板はねここにありました。はい、すげー、これがヒルトンホテルってやばくないですかこれ。まあ一応ねいろんな店舗と一緒になってるんですけど、まあ、ヒルトンホテルもここで、アウディのね車屋さんもここに入ってるみたいですね。いや非常におしゃれでびっくりですね。でここに回転動画あるんですけど、びっくりするぐらい遅くて、でもね押さないでくれ、オートマ、あの自動ですよっていうのが書いてあって、めちゃくちゃ遅くてちょっと衝撃でした。怪我しないようにこうなってるんでしょうけど、ちょっとびっくりですね。壊れてるのかと思いました。はい、こんな感じになってます。いやすごいですよね。ということで客室戻って支度してチェックアウトしていきたいと思います。ということで今ね9時半になりましたので、そろそろチェックインして次のホテルね向かいたいと思います。で今回ね私あのニューヨーク以外のね都市に来て、まあ、入国してね泊まるっていうのは実はハワイとニューヨーク、まあ、いろんな国には行ったことあるんですけど、入国するってなかなかなくて、まあ、今回ね初めてこういったのをね購入してきました。まあ、このホテルもねどのプラグだったっけ、はい、このよいしょ、こういうね BCSEまあ、これ BCSE っていうまあやつに対応しているコンセントなんですけど、まあ、こういうのをね購入してやってまいりました。いやこれめちゃくちゃ便利ですねこれね、はい、こういった感じでねいろんなのがいろいろ一緒になってて使えて、しかも組み立てて持ち運べるという感じで、これねめちゃくちゃいいです。もう今回買ってきてね本当に良かったな。ちょっとね組み立て方が若干ミスってますけども、まあ、こんな感じで持ち運べるということで、いろんな国行く方はねいいですね。はい、ということでもうパッキングもね終わりましたので、もうねチェックアウトして次のホテル向かいたいと思います。これからね今ミュンヘンの空港にいますので、ミュンヘン空港駅までバスで行って、まあそこから歩きかタクシーで、まあ、次のホテルね向かいたいと思います。まあせっかくねドイツ来てますんで、まあ、ソーセージとかねプレッツェルとかね有名なものを
ちょっといただきつつ、まあ、ゆっくり観光できたらなと思います。ということで行きましょう。ではミュンヘンエアポートホテルチェックアウトします。いや本当にめちゃくちゃ良かったなこのホテル。すいません1点訂正があります。私ね多分チェックインした時に5万ポイントって言ったと思うんですけど、訂正です。ここはね7万ポイントでした。失礼いたしました。5万ポイントはちょっと安いですよね、うん、でもこの空港ホテル本当に空港ホテルとは思えないぐらいめちゃくちゃ綺麗で、多分新しいんじゃないですかねここピカピカ。どこも、はい、ということでチェックアウトしていきましょう。大阪マリオットホテルとかね思い出しますよこの感じ、スケスケのエレベーター。よし、本当にステータス特典もバッチリね、ラウンジも使えますし、アップグレードはしてもらえてなさそうでしたけど、まあ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 十分すぎるぐらいの部屋だったんで個人的には大満足ですね、はい、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。これホテルの廊下なんですけど、至る所がおしゃれでめちゃくちゃいいですね。ではチェックアウトして外に出たいと思います。はい、ということで無事チェックアウトしました。いやね、チェックインカウンターのお姉さんも非常に親切で、これからどのターミナルに行くか分かりますかみたいなことを言ってくれてたんだと思います。ありがたいですね、はい、私はねこれから、ミュンヘンの中央駅っていうところに行きまして、そこからね、乗り継いでというか、まあ、そこからねちょっと歩くかタクシーか、考えてますけど、ミュンヘンのねマリオットホテルに宿泊させていただこうと思っております。まあ、チェックインできそうだったらチェックインして、チェックインできなさそうだったら荷物だけ預けて、本当にね視聴者の方には申し訳ないんですけども、今回の動画はですね、私はねこのカメラのバッテリーと、充電器をね、バッテリーじゃない充電器をね、なくしてしまったんですよね。ですのでなんていうんですかね、充電できない充電はできるんですけど非常にね今ね困っております。充電してホテルで充電しとくみたいなことができなくて、もうカメラに刺さないとコードをね充電ができない状況なんですよね。ですのでちょっとこのミュンヘンのね中央駅のそばに、家電を売ってるお店があるそうなんで、そちらにね行きたいと思います。ということで今ねミュンヘン空港ターミナル2に到着しましたんで、ひとまずユーロをゲットしたいと思います。私今のところね米ドルしか持ってないんで、ユーロをゲットしてでミュンヘン中央駅に行きたいと思います。いやもうねググればねこのミュンヘン中央駅から、あ違うミュンヘンの空港から中央駅までね行き方も書いてありますし、非常にと思ったらめちゃくちゃ暗いですね。ブログでちょっと検索すればね行き方も書いてありますんでありがたいですね。ではエクスチェンジはそこにあるんで、そこでちょっと買いちゃいたいと思います。もうこの際レートとかはね気にしないということで、ユーロをゲットしたいと思います。ということで、ユーロをね、ゲットしました。200ドルを交換して、あ、じゃあ180ユーロかな、交換しました。で、G という看板のとこに、バスが来るそうなんで、G の看板ないな。ブロガーの方の記事をね参考にさせていただいて、ターミナル2の G の看板を探してその出口から近くに出ると、ルフトハンザ、ルフトハンザのエクスプレスバス。全然 G がない全然 G がないな。これはインフォメーションで聞いた方がいいですね。インフォメーションに行きましょう。ということでインフォメーションに聞きました。私が見てたブログの方のやつだと G の出口っていう話だったんですけど、残念ながら見つからなかったんでインフォメーションで聞いて、ゲットできました情報。このねこれちょっとここにルフトハンザエクスプレスバスって書いてあると思うんですけど、まあ、このあれをね頼りにしていくと分かりやすいかもしれないですね。この方向に行ってバスがあると。ちょっと待ってくださいね、ここにガジェット系のお店がある。もしかしたらソニーストアのカメラのあれもあるかもしれないんで、ちょっと見ていきます。ということで残念ながら
ソニーのヘッドホンはあったんですけど、あ、なかったですね。残念。ということで、バスに乗ってミュンヘン中央駅まで行きたいと思います。ここの、ね、出口のところにもルフトハンザの、ね、看板が映ってないかな、はい、ここにね、ルフトハンザエクスプレスバスって書いてあると思うんで、まあこれを見て来ればまあ大丈夫だと思います。はい、ということで外に出ました。めちゃくちゃね、話しかけられますね、はい、というのもこれは多分タクシーの、まあ、正規なのか、多分なんか同じ色してるんで多分大丈夫だと思いますけど、ここですね、はい、こちらです。 H1 って書いてあるバスステーションですね。ルフトアンドエクスプレスバスっていうね、文字がまあちょっと確認できますかね、はい、ということなんで、ここで15分間隔ということでね、運行しているということで、まああのちょっとコロナの関係でちょっと頻度は少なくなってるかもしれないですけども、ひとまずこれに乗ればですね、ミュンヘンの中央駅まで行けるっていう風になりますんで、これでね行きたいと思います。ということでバスが来るまで待ちましょう。周囲はこんな感じで、まあバスロータリーみたいな感じですかね、はい、こちらがタクシーですね。これで行くとね、確か90ユーロだったかな、80ユーロか70とか、多分結構高額なユーロはね、あの表示されましたんで、まあルフトハンザのバスだったらね、特に問題ないと思いますんで、スターアランスゴールドの特典は受けられないんですかねちょっとね、スターアランスゴールドっていうマークがねついてたんで、なんかあんのかなとか思いましたけど、多分ないと思います。ということでバス来るまでちょっと待ちましょう。それではバス到着しました。多分これだと思われます。まあこう止まったんで多分大丈夫でしょう。では乗っていきたいと思います。おちなみに料金なんですけども、片道、ここはですね、片道往復で、私すみません、購入してしまって、17ユーロだったかな、はい、っていう感じで、オンラインでチケットを購入して、まあ、いいチケット、まあ、画面の QR コードを見せて乗車みたいな感じですね。ちょっとね、昔は紙じゃなきゃダメだったみたいですけど、今はね、あのスクショとかで大丈夫ですね。で、支払いに関しては、私はね、ペイパルが使えたんで、ペイパルで支払いました。いやこういう時にね、ペイパル持っとくといいですね。皆さん、トップキャッシュバックね、使って貯めておきましょう。こういうね、ところでたまに使えたりとか、アメリカエスターいりますよね。エスターもペイパルで支払えるんで、このいろんなポイントとかマイルとかね、購入する予定のある方ね、できるだけトップキャッシュバックね、経由して、このペイパルの残高ね、貯めておくのがおすすめです。ということで、今回もここね、ペイパルで支払えたんで、めちゃくちゃラッキーでしたね。で、私はね、明日、また別の都市に移動するんですけども、これでまた帰って、あのターミナルに帰ってくるんで、往復でチケットを押さえております。ということで、もうしばらくしたら出発すると思います。待ちましょう。ということで到着いたしました。まあ到着したっていうか途中でね降りました。というのも今ねちょうど駅のね手前のバス停なんですけども、ここちょっとノードフレイドホフっていうバス停なんですけど、まあここで今降りまして、今ちょうどね Google マップを見ながらね、あのバス乗ってたんですけど、そしたらちょうどね私が宿泊するホテルがもうすぐそこにあるんですけど、そのホテルの目の前がバス停だったということで、いやめちゃくちゃラッキーですね。ということなんで、駅からねホテルまでどうやって行こうかななんて思ってたんですけど、はい、ということでひとまず、まあ、チェックインできるかどうかは別として、まあ、チェックインできなかったらですね荷物預けて、観光の方に出たいと思います。いやーよかった、まさかでしたね。帰りもここら辺のバス停から多分
空港のホテル、あ、じゃあ空港にね行けるはずなんで、それも利用していきたいと思います。わざわざ駅まで行かなくて利用できるんだったらめちゃくちゃ楽ですよね。バスの運転手さんも親切に、ここ駅じゃないけどいいのみたいな、お前駅って言ってたべみたいな感じで言ってくれてたんですけど、まさかねホテルが目の前にあるとは、本当に嬉しい誤算でした。ということで、歩いてねホテルの方行きたいと思います。もう本当にね、この建物、この奥の建物のもう一個奥がねホテルです。やばい、信号が短い、思った以上に。ということで、テクテク歩いていきましょう。ここは大通りの道沿いなんですね。このねミュンヘンのマリオットホテルはちょっとね、中心駅からね離れてるんですよね。ですんで、まあ利用される方はね、まあ、今後利用される方あんま多くないかななんて思ってたんですけど、まあこの空港ホテルじゃなくて空港のシャトルバスで近くまで来れるんだったら、まあ、全然いいんじゃないかなと思います。ドイツに来ましたね。で今回ね、ミュンヘンマリオット、スイートナイトアワード申請通りましたんで、ジュニアスイートだったかな、入れると思いますんで、スイートルームで、まあ、ジュニアですけどもお見せできるかなと思います。ちょっと表側の入り口がどっかわかんないな、こっち裏口な気がする。いや、ミュンヘンの中央駅からタクシーでね行こうかななんて思ってたんで、いや、ちょうど良かったです。はい、到着しました。こちらです。ミュンヘンマリオットホテルですね。いやー、なんかいいいいですね。ではチェックインしていきたいと思います。まあスイートルームジュニアですけど、確約もらってるんで気が楽ですね。これがタクシーですね。帰りもちょっとさっきのバス停を聞いていきたいですね。よし、ではチェックインしていきたいと思います。ということで、チェックインはねできませんでした。ということで、駅の方に行ってですね、中心地の方行きたいと思います。まあ、ひとまずね、どっちに行けばいいのかも全然わかりませんので調べていきたいと思います。いやーねー、ミュンヘンマリオット非常にのどかな感じがして、緑が多いところでいいですね。はい、ということでちょっと道を調べてね行きたいと思います。まあ歩けるんだったらちょっと歩きたいですね、せっかくドイツに来てるんですし。はい、ということでちょっと道ね調べたいと思います。まあ行くところはですね、ソニーのガジェットが売っているところです。ということで行ってみたいと思います。はい、ということで全然歩けそうもなさそうなんで、ここからね20分ぐらいねバス等々でかかるみたいなんで、あれですね、なんだっけ、Google マップだとねバスで行けっていう感じなんで、バスでね行きたいと思います。ですんでちょっと中心地からかなり離れてるんですね、このミュンヘンマリオットは。ですんでなかなかあれですね、あのミュンヘンのど真ん中観光をめっちゃしたいっていう人にはちょっと向かないかもしれないですね。まあ私はね3万7000ポイントだったかな、はい、今回もねマリオットポイントの少なさに惹かれてこちらあの宿泊したっていう感じですね、はい、できるだけちょっとあの節約、まあポイントをね節約したいなと思って、はい、ということで、なんか催し物がやってんのかな、すごい人がたくさんいますね。出店みたいなのが出てる、ここは商店街なんですかね、歩行者天国になってます。まあ、一つ心配なのはこの、まあ、バスで乗るわけなんですけど、現金使える、まあ大丈夫だと思うんですけどね。あ、市場みたいな感じですかね、まあ、こんな感じのマーケット的な感じですね。野菜とかフルーツとか売られてます。お肉とかもあるみたいですね。あ、すごい、ここに薬局屋さんがあるんですね。でチーズ、
で、魚屋さんもありますね、すごい。魚屋さんもある。いやこれ食べるところ困らないですね。で、お花だったり。お野菜だったり。すごいですね。あ、こういう市場的な。あ、でケーキ屋さん、チーズかな。ケーキじゃない。でお肉屋さん。じゃあ生肉、いやソーセージとか。あ、でこっちは。ソーセージか。あ、美味しそう。これ何時までやってるんだろうな。食べましょうかね。はい、ということで今のソーセージ食べましょう。いくらかわかんないけど。はい、ということで買いました。 2.10 ユーロだったと思いますね。はい、でもね、あんまり潔癖症の方とか無理だと思いますね。はい、作ってくれた おじさんが、普通に素手でパンをつかみ、その手でお金を触りで決して洗いもせず消毒もせず私のパンも触ると、まあ、これが普通なんですね。はい、ドイツローカルみたいです。まあ、このぐらいしょうがないですね。ちょっと今手を消毒していただきますけれども、いただきます。どうなんでしょうか。うん、ソーセージうまっ。あ、ソーセージめちゃくちゃ美味しいですね。ちょっと写真を見せてもらって、すいません。パンにソーセージ、長いソーセージをグイッてグイッてしてブッて潰した、潰したじゃないですか。挟んだ感じですね。こんな感じで、はい、折られてるんです。ちょっとそのまま長いままちょっと入れといてほしかったですけど、まあまあいいでしょう。はい、非常に美味しいですね。まあ、これが 2.10 ユーロなんで、まあ高いですね。まあ日本円が今安いんでね、しょうがない部分でありますけど、この時期に消毒もしないっていうのは結構びっくりでしたねでも親切なおじさんだったので非常にありがたいですね。うん、絶対英語喋れないと思いますけども、センキューって言ってくれてたし、ということで、あとゆっくりいただきたいと思いますけど、まあ、ちょっとね、何時ぐらいでこのここら辺に戻ってくるか分かんないんでね、ちょっと軽く入れました。まあ、手軽にみんな食べる軽食みたいな、そんな位置づけなんでしょうね。結構買ってる人多かったです。ということで、あとはね、ゆっくりいただきたいと思います。やはりこのドイツっていう国は未だにあれなんですね。タバコ吸う方かなり多いんですね。うん、いろんなところでね、タバコの匂いはしますね。日本ではちょっと考えられないぐらいですかね。うん、パソコンで吸ってる人もいますし、うん、歩きタバコしてる人も多いですね。ということで食事を終えて、先ほどのね、バス停だと思ったら電車みたいですね。はい、ということで行ってみたいと思います。いや、この感じは多分電車ですよねちょっと分かんないけど、あ、さっき U6 って書いてあったから多分大丈夫ですね。あ、駅だったんだ。まあ鉄道が走ってるんだったら全然余裕ですね。ってことはこれで空港に帰ることもできるっていう感じですね。さあ、チケットを買っていきましょう。ではね、券売機がありました。これで買っていきましょう。まず日本語はね、ちゃんとあるんですよ。素晴らしいですね。まあ、日本語にして、で今回ね、ちょっとどのぐらい乗るか分かんないんで、一日乗車券にしておきましょう。で、1人で、多分ね、ゾーンっていうこの距離でね、値段が変わってるんですよね。ですね、多分ね、ブログの情報を見ると、空港からミュンヘン
中央駅までゾーン4って書いてあったんで、まあ、ここその間にあるんでね、多分4で大丈夫だと思います。はい、ということで 8.2 ユーロなんで結構高いですね。ということで何で払いましょうかね。あ、結構いろんなやつ払えるんですね。まあまだそいつついて間もないんでカードで払いましょう。ということで無事購入できましたけども、なんかねデビットカード恥じられますね。ダメでした。ソニーバンクウォレットもレボリュートもねダメでしたんで、残念ながら、アメプラで決済しました。まあ、現金でも良かったんですけど、まだねあのヨーロッパ来て1日目なんで現金はできるだけあれしておきたいですね。必要な時だけに使いたいですね。ではちょっと電車待ちましょう。では電車に来ました。乗っていきましょう。乗車率はかなり高めですね。こんな感じになってるんですね。こんな感じで。普通のやつ。こんな感じ。非常に面白いですね。これでミュンヘン中央駅まで行きたいと思います。ちょっとなんかオレンジかかってた照明で、ちょっとレトロな感じなんですね。これでね、これで多分しばらくかかりますんで、駅までね、ちょっと飛びたいと思います。それでは、ちょっと私勘違いしてまして、この電車はね、乗り換えないと中央駅には行けないということで、今ね、この読み方がわからない、この駅にいます。マリンプラッツ。こちらですね。ということで、ここから、その乗り換えても行けるし、まあ、歩いても行けるし、でこのそばにもですね観光名所がいろいろありますんで、ここからちょっと歩いてね、観光しつつ行きたいと思います。あれなんですね、改札がないんですね、ドイツの鉄道は。ってことなんで、あれなんですね、あのなんか無賃乗車を取り締まるみたいな、多分ここですよね、違うのかな、なんか世界丸見え的なので見たことある気がしますけども、違うかな。はい、ということでとりあえず外出ます。それでは今コンコースみたいなところにいるんですけど、ここも乗り換え駅なのかな、非常に栄えてる駅ですね。うん、人もめちゃくちゃ多いです。見えるかな、タバコニュースボックスということで、タバコ屋さん、まあタバコと本屋が一緒になってるんですかね。うん、結構衝撃でした。ということでドイツの町に、中心地に降り立ちます。わあすごい。ということで外に出てきました。わあすごい、これがドイツなんですね。ああすごいですね。思ったよりビルは高くないんですね。なんか今今日はイベントなのかな、わかんないですけども、いろんな出店みたいなのが出ております。いやすごい。でここにねドイツっぽいぽいとか言ったらあれですけど、お城っぽいねあれもありますね。あやっぱ今日はイベントなのかな、健康的なやつのイベントなのかな、なんかヘルシー的な感じがすごいしますけど、ということでブラブラ歩いてちょこちょこ見ていきたいと思います。これが新市庁舎なのかな、これが市庁舎なのかな、まあ、多分そうですね。あの間違ってたら申し訳ないんですけども、これがね私が見たいと思ってた新市庁舎ですね。ミュンヘン新市庁舎、これがそうだと思います。はい、非常に綺麗ですね。いやーすごい人だ。
やはり写真をたくさん撮ってる人は多いですね。ああ、こういうところでもあれなんだ。特にカゴを捨て大丈夫なんだ。すげえ。めちゃくちゃタバコの匂いがする。ボーダフォンありますよ。ボーダフォン懐かしい。昔 J フォン、まあ旧ソフトバンクがボーダフォンでしたね。はい。でアイコスのお店とかもあるんだ。見るもんが多すぎてついていけないですね。すげえ、めちゃめちゃ栄えてますね。大道芸とかそういう方もいらっしゃるんですごいですね。いやーこれは歩いてるだけで楽しいな。いいですね。皆さんビール飲んでタバコ吸ってエンジョイされてますね。こんな公っていうか、そのこんだけ人が集まる場所で普通にタバコ吸えるってすごいな。ああもう普通にあれなんですね。お店のテーブルに、各テーブルに絶対灰皿は置いてあるんですね。コスプレしてる人たちもいますね。はあ。これがドイツの普通なんですね。いやまた全然違くて面白い。すごい、めちゃめちゃ映ってます。フルーツが売ってますね。いやこれは圧倒されるな。パンダいますね。パンダ、うん、めちゃめちゃでかいパンダいました。これ人が入ってるんですよね多分ね。すごい、ずっとタバコ臭いな。これタバコ苦手な人は辛いまであると思うよな。おまわりさんもいる。すごい、何でもありそうですねここは。いや天気が良くて本当に良かったです。今ちょっと軽く曇ってますけど、これ雨だったらねきついですもんね。これ撮影も GoPro に変わりますしね。日本でも聞き覚えのあるティンバーランドとかね、はい、ありますね。いやそれにしてもすごい人だ。もうちょっと空いてるとこ行きたいですね。ちょっと怖いです、カメラ持って人にぶつかりそうで怖いです。そうドイツ、そういえばドイツはお手洗いが有料ならしいですね。お金がかかるみたいです、お手洗いは。できるだけあれでね、食事等々した時に済ました方がいいですね。余計な水分は取らない方がいいですね。いやめちゃくちゃかっこいいです。ちょっと何の建物かわからないんですけど、ドイツといえばっていう感じがしてかっこいいですね。まあ、私の目当てはこの街並みをね焼き付けてきたのと、ソニーのバッテリーを探す旅になってますんで、さりげなく今もあのガジェット系が売ってるであろうお店を目的にしてます。まあ、これもちょっとね、さっきの新視聴者とか、まあ、人が多すぎてねちょっとゆっくりは見れませんでしたけども、あそこもちょっと見たかったです。でもドイツってこんだけタバコ吸ってる人多いですけども、タバコ安いんですかね。ヨーロッパって確かタバコ高いって聞きましたけど、一箱1000円ぐらいするんじゃないですか。違うのかな。まあ、私も昔タバコ吸ってましたけどね。でもこんなにタバコの匂いを嗅ぐとね、吸いたいですね。はい、吸わないですけどね。あ、こうレストランなんだ、かっこいいな。これとかまさにヨーロッパのレストランって感じですよね。外でテントがあって、いやーすげえ人だ。
人に圧倒されてしまいますね。ここがミュンヘン中央駅じゃないっていうのがまた不思議ですよね。もっと栄えてるんですかね。あ、ここかな。あ、ここだ。もういかにも家電がありそうなこの入り口行きましょう。ここね、ブロガーの方ありがとうございます。まあ、いろんな家電が売ってるということでブログ拝見させていただいたんでこちら行きたいと思います。ありました、ソニーのカメラ。いや、ありがたいです。で、バッテリーもありました。ちょっとね、今2つで運用してるんですけど2つでもきつそうなんで、はい、バッテリー1個とバッテリーチャージャー買いたいと思います。バッテリーチャージャーが見つからないということで無事購入することができました。バッテリーチャージャーが本来欲しかったんですけど、まあ、バッテリーがね買いましたんで、まあ、とりあえず、バッテリー3つでひとまずそれで運用していきたいと思います。ということで家電屋さんがねめちゃくちゃ混んでて、またねめちゃくちゃ並んでましたね、はい、ということでミュンヘン中央駅まで歩いていきたいと思います。いやー、本当にめちゃくちゃ人多いですし活気があっていいですけど、本当にねタバコ弱い人はねこれはドイツ楽しめないまであるかもしれないですね。本当にいろんなところでタバコ臭い、うんうん、ちょっと私もねもう最初の方はねいいなって思ってたんですけど、別にいいなっていう感じだったんですけど、ちょっと頭痛くなってきてましたもんねタバコの匂い嗅ぎすぎて。いやー、それぐらいねどっかの出口でタバコ吸ってる人は多いし、レストランのテラス席ではタバコ吸ってる人多いし、はい、ということで、うん、防ぎようがないですけどね、はい、タバコを避けて通るしかないですね。ということでミュンヘン中央駅まで、まあ、せっかくねミュンヘン来てますんで、ちょっとここからはね電車でも行けるんですけど歩いていきたいと思います。まあ、お散歩がてらね、まあ、本当にねこの感じだと日本の乗り換え駅と変わんないぐらいめちゃめちゃ栄えてる感じですね。まあ、乗り換え駅なのか、まあ、ちょっとよくわかんないですけども、まあ、ここは今ちょうどね地下ルートを通って反対側の地上ルートに出るみたいな感じの道なんですけど、ここもねめちゃくちゃお店があって、はい、栄えてます。まあ、あるお店は日本と変わらずパン屋さんとかスナック、まあ、お洋服屋さんもそうですし、まあ、いろんなものがありますね。あれ確か靴とか鍵とかね日本でもあると思うんですけども、直すようなサービス、はい、まあ、生活必需品はどこの国でも変わらないっていう感じですよね。まあ、ひとまずねやっぱり高いですね、物は。結局カメラのバッテリー、まあ、交換用のバッテリーを今買ったみたいな感じなんですけど、いくらだったかな、73ユーロなんで、いくらだろう、今の日本円で8500円か9000円ぐらいいくかな、ちょっとちゃんと計算してないでは分かんないですけど、多分そのぐらいいっちゃうと思います。これ日本で買うと多分5000円もしなかったと思うんで、高っちょっと残念ではありますけども、まあこれもしょうがないですね、うん、正直ねバッテリー2つでちょっと旅を開始したのが元々の失敗でしたね、うん、いや思った以上にねあれでした、うん、電池を食うっていうね多分道はこっちで合ってる、あちょっと外れてるけどまあいいや。もう本当にね美人と美人の人と美男の方もうイケメンと美女が本当にそこら中にいる感じですね、うん、
まあもうね午後の1時45分ということでお昼をねミュンヘン中央駅でいただきたいと思います。いやでもこれ店内で食えばいいのかな。これちょっと外では食いたくないな。いや本当にめちゃくちゃタバコの匂いすごいんですよ。正直予想以上でしたね。軽くは聞いてましたけどヨーロッパはこういう感じだっていうのは。これがねタバコ吸う人側からすると全然気にならないですけど、私はですけどね、私が吸ってたところはね、ここにケンタッキーとかも今ありましたね。あとピザハットもあります。目がいて、昔日本もどこでも吸えましたもんね。バスの中とかでも吸えましたもんね昔。電車って言うのは新幹線とかね、今じゃ考えられないですけど、今もうないですよね多分。昔はありましたよね、新幹線の座席で。ちっちゃい頃田舎帰るときに新幹線乗って、それがすごい嫌だった覚えが未だにあります。禁煙席乗ってんのにタバコ吸う人とかいて、喫煙席乗ってよみたいな。でこんな感じでね、路面電車、これトラムっていう電車なんですけど、こういうのもね走ってるんですよ。これもねまた先ほどの、S バーンと U バーンとトラム、この3つがねこのミュンヘンの中心地では利用できるね、電車みたいなんですけど、これも全部ね違うみたいで、実はねもう1個ね、あのメディアマーケットっていうのがちょっと郊外の方にあって、そっちにしようかな、そっちにも行こうかななんて思ってたんですけど、ちょっとね交通費も分かんならないですし、よく分からないですしね、ひとまずバッテリーでやってこうっていう決めました。いや朝はすごい寒かったんですけど、日中は結構気温上がるんですね。ちょっと T シャツでも良かったっていうね後悔を今してます。ちょっと暑くなってきちゃいましたね。ちょうどこの道をね今工事中なんみたいですね。すごい狭くなってるけど、ここをずっとまっすぐ行くとミュンヘン中央駅。ミュンヘン中央駅せっかく行きますんで、そこでご飯を食べて、今手振ってくれたのかな、ごめんなさいちょっと見えなかった申し訳ない。ご飯を食べてで、その頃にはもうホテルチェックインできると思うんで、チェックインねしていきたいと思います。やっぱりあれですね、皆さんタバコ吸われるんでタバコのお店がやっぱり多いですね。すごい多い気がする。はい、ということでミュンヘン中央駅ね、ちょうどこの右側がミュンヘン中央駅、私の Google マップによると。はい、そうですね、もうミュンヘン中央駅にだいぶ前から入ってたっぽいですね。でもちょうど今反対側にいるんで、ちょっと駅の向こうの方に行きたいと思います。それではちょっと向こう側まで行きましょうかね、せっかく着きましたんで。ここねブロガーの方が書いてた美味しいって言ってたお店なんで、こっちにするかもう一個向こうにもあるんですけど、ひとまずちょっと駅にも見ながらちょっと中央駅散策しましょうか。いや知らない街を歩くってのは面白いですね。これがミュンヘン中央駅です。思ったらめちゃくちゃ暗くなってた。はい、こんな感じです。正直先ほどの方がはるかに栄えてた気がしますけど、ここも一部なんですかね、ちょっとそこら辺は私も分かんないんで申し訳ないですけども。はい、これがミュンヘン中央駅です。いやすごい、いやなんかドラマに出てきそうな感じですね。いやーすごい、すごいですね、列車がたくさん。やはり先ほどとまた違いますね、めちゃくちゃかっこいい。いやーすごい、めちゃくちゃ大きいですね。
これがミュンヘン中央駅です。すごいですね。すごいしか出てこないちょっと圧倒されてますね。いやそれにしてもかっこいいな。いろんな列車がこれから出発するんですね。いやめちゃくちゃ大きいですね本当に。そこいらにブログで書いてあったお店があるみたいなんで行きたいと思います。ここはバスロータリーみたいなところなのかな。また一気に来ましたね。やっぱり駅の中は禁煙当たり前です。当たり前だと思いますけど、もう外出たらみんな一服っていう感じで、まあ外国あるあるですけど、外国の床はめちゃくちゃ汚いですね。横断歩道がないけどみんな渡ってるから大丈夫ですかねということでお昼にいたしましょう。ここら辺だったと思うな。読み方が分かんない。ここコロナのテストやってくれるんだ。いいですね。やっぱり駅なんでついてるんですね。もうテラス席は普通に喫煙席みたいな感じなんですね。では到着しました。こちらでいただきたいと思います。でもブロガーの方がねおすすめということなんで、ここでいただきましょう。ということでお店に入ってまいりました。 Thank you。 ひとまずねお店に入ってきました。で言えばね、あの置いてあるメニューはねドイツ語のメニューで全くちんぷんかんぷんだったんですけど、あの英語のメニューを、ね、頼むとこんな感じで英語のメニューがいただけますということなんで、まあ、ひとまずビールを注文しましたんでビールを飲みたいと思います。はい、ということで いただきます。めちゃくちゃうまいですね。ひとまずちょっとメニューを決めて、ね、注文していきたいと思います。やはりソーセージとプレッツェルそれちょっとねメニュー見て決めたいと思います。それではね注文いたしました。今ねおすすめっていうのを聞いたら、まあ、おすすめの中であるのが、まあ、スペアリブのやつ、スペアリブの焼きたて子牛の丸焼きっていうのと、ポテトのきゅうりのサラダ、まあ、これねここにおすすめで書いてあるんですけども、これだったらあるよということで、まあ、これをね注文いたしました。それちょっとソーセージをね、まあ、先ほどもいただいたんですけども、食べたいなと思いまして、サワークラフトとニューレンベルクソーセージっていうのがねありましたんで、これをね注文いたしました。まあ、これもねあの全部メニューは英語なんですけども、これもですねちょっとこれに画像を出しておきますけども、まあ、Google でね喋れば全部訳してくれるんで本当に便利な時代ですね。はい、ということで今ね注文いたしましたんで、ちょっとビール飲みながらね待ちたいと思います。いやこのビールもねちょっと多分このビールだと思うんですけど、アイニちょっと読み方が分かんないんですけど非常に美味しいです。ということでもうしばらく待ちたいと思います。ということで到着しました。予想以上に量が多いそしてソーセージも量が多い海外あるあるですね、はい、注文しているパターンですね、はい、とりあえず頑張って食べたいと思います。いやーこのポテトこんなに来ると思わなかったですね、はい、半分ぐらいの量だと思ってましたけど、まあしょうがないでしょう。とりあえず頑張っていただきたいと思います。それではいただきたいと思います。こんな感じのね食器入れ、食器じゃない、これにねフォークとかナイフとか入ってます。ではいただきましょう。これはねスペアリブみたいですね。でも日本のスペアリブと違って骨がないんですね。ちょっと若干カメラ揺れちゃうかもしれないですけどご了承ください。あんまりね立て付けが良くないこのテーブル。いただきます。皮がねパリパリしてて美味しいですね、うん、味付けはなんて言えばいいんだろう、なんとも難しいな。あでも日本でいう照り焼きソースみたいなそんな感じですかね、うん、あとこのマッシュドポテトみたいな
ただきます。あ、これは日本のポテトサラダにだいぶ似てる感じですね、うん、あ、これも美味しい。結構きゅうりがね多めに入ってますね。まあこれだけで良かったですね、正直、うん、で、あと、まあ、サワークラフト、これもちょっと食べてみたかった、非常に美味しいということで、はい、落ちてます。いただきます。あ、これ結構酸味が効いてるお味で、でもこれ美味しいです。なんて言えばいいかな、ちょっと酸っぱめな、まあ日本にはなかなかない味ですかね、うん、結構酸っぱいです。あとソーセージ、まあドイツ言えばね。あ、美味しい。これビールにめちゃめちゃ合いますね、うん、そんなところでしょうかね。非常に美味しいですね、はい、あとはゆっくりいただいてホテルに、ね、戻りたいと思います。